はい、どうも皆様おはようございます。4時半朝ですね。ちょっと朝起きてびっくり超えております。10月の17日土曜日ですね。本当にね、振り回しますね、今の相場に関しては。まあこれはもう真実なんで、言うしかないですけども、やはりこうコロナのワクチンがね、大丈夫だったりダメだったりね、忙しいですね。今回も新型コロナワクチンがジョンソン&ジョンソンで失敗したから悲観されて悲観ムードになっているのに、今度は逆にですね、コロナワクチンをめぐる期待に変わってるんですね。もう本当ね、忙しい、もう振り回されてしまうっていうのはこういうことを言うんですよね。はい、今回はそれで相場上がってきてるんですけど、はい、市況を見てみると、多少確かに少しニューヨークダウンさっき300ドル以上は行ったんで、まあ、ちょっとね、上値重たいとはいえ、まあ上がってますよね。やはりこの新型コロナワクチンの大丈夫っていうのが分かったら一気にこう戻してきてるっていうね、ことなんで、ただこう、上ひげも結構長いのかなっていう印象があるので、やっぱ不安、先行きの不安感っていうのはやっぱり大統領選っていうのがあるんで、まあそれがやっぱり大きな鍵を握ってくるんじゃないかってすごく思うんですよ。11月3日にかけては、まあ新型コロナのワクチンでできます、できないっていうことよりも、この11月3日のね、大統領選にかけて、やはり先行き不透明感っていうのが続くと思います。もしも大統領選なければ、このままこう、ね、N 字で上昇していくっていうことはあると思う、全然ね、あると思うんですけども、やっぱり、選挙何が起こるか分かんないっていうところで利益確定売りですね、まあ、それが先行するっていうのはこれはもう皆様も多分想像の中にあると思うんですね。なのでまあそういったところで、そうですね、まあ作戦を取っていくんですが、まあ、今回ニューヨークダウン上げてますので、まあ、先物も上げてます。なので、まあ月曜日に関してはこのままいった場合はそうですね、上昇から始まっていくことが多いんじゃないかと思いますね。はい、全体的に面白そうな、感じになると思います。ギャップアップしすぎなかった場合の銘柄から注目銘柄といえばブロードバンドタワーとか、テラとかね、それからアンデスとかね、こういうやつ人気のある銘柄のギャップアップしすぎなかったやつはですね、積極的に入っていきたい試合になるかと思います。ただですね、土日に新型コロナの新規感染者の数ですね、これがもしも増えてくれば逆にこう今日、昨日ですね、少しこう脚光を浴び始めた、やはり中京医薬品とかね、狙っていきそうな上昇を見せてますので、これですね、3兄弟、中京食文アジアスの3兄弟、これが、まあ、伸びていきやすいかと思いますが、逆に日経平均が上がるような時って逆に下がるっていうジンクスがあるので、やはりですね、まあ、注目はするべきです。で、あとヨーロッパの方でコンフィネモンっていうね、ロックダウン、これが始まってます。はい、ベルギーでも月曜日からカフェ、それからレストラン全部閉鎖になります。はい、旅館も外出禁止になります。フランスではフランスは明後日からかな、ベルギーでも明後日から、月曜日からロックダウン始まります。なので、かなりね、国際のビックスの方が荒い動きをしていくのかなっていうのがありますので、まあ、日本もヨーロッパでこうね、最初にこうイタリア、スペインでコンフィネモンっていうね、ロックダウンが始まりましたから、まあそれがやっぱりね、日本の相場には影響が全くないとは言いません。で、コンフィネモンが、始まっちゃうと、やはりこういったオンライン診療であるイメージワンとかですね、でも注目していく、まあ、そういったものが伸びてきてますよね。なので、注目されるんじゃないかなと思ってます。またですね、コロナワクチンが、大丈夫っていう風なニュースが出ましたから、ジョンソン&ジョンソンのコロナダメでしたっていう、逆にですね、コロナワクチン大丈夫じゃんっていうことで逆にね、テラやそれからアンデスがね、ストップ高するっていうね、そういう可能性があるので、もう行ったり忙しいですね。もちろん中期的に長期的には分かりにくい部分あるんですけども、おそらくバイオ関連が再びこう爆上げしていく可能性が月曜日これあると思います。やはりコロナのね、いい風が吹いているということで、なのでまあバイオ関連逆に注目なんじゃないかと思いますね。はい、まあ、今のうちからね、テーマ株で見て、まあテラ、アンジェス中心に他のね、出来高の高いやつからね、バイオ関連見ていくと良さそうなんじゃないかなと思いますね。今30位なんですけども、はい、オンコセラピーもペプチドワクチン、
それからそうですね、あとは GNI、アンジェス、バイオテリボミックも、それからテラ、ムテラですね。はい、そういったところですね、なんかこうかなりこう赤が目立つなってなった時に、この辺は全部赤なのにヘリオスだけ緑だったりしたらちょっとヘリオス入れてみようとかね、そういうテーマ性をテーマで勝負するっていうのが、まあ、面白そうっちゃ面白そうなんですけども。というわけでですね、この10月の17日の土曜日の朝の4時35分現在ですね、僕は今そういうふうに頭の中で考えてますので、まあ、土日でね、状況大きく変わります。はい。土日でまた大きく変わりますので、またそれによっては緊急で撮っていきます。今の生身の状況ですと、まあ、そのような感じになってますので、日経平均は、まあ、ギャップアップから始まる。結構、交換されて始まっていくような相場環境になるのかなと、今のところ考えております。なので来週はね、ホルダーの皆様今のところおめでとうございますかもしれませんね。はい。ただ、その後の頭、重たくなる、まあ、利益ね、確定早くやった方がいいんじゃないかと僕はそう思うんですよね。やはり忘れてはいけないのは11月の3日です。これ忘れちゃダメですよ。はい。忘れちゃダメというか、僕は非常に重要かと思ってるんですけどもね、まあ、利益上がりすぎたら、ちょっとね、一旦こう、利確するっていう、そういった短期的な売買、それが日本株はいいな。あとですね、皆さんね、あまり忘れてるかもしれないんですけども、地震学者がね、地震ですね、これに、ちょっと注意した方がいい的なね、なんか地震に予知してる人かな、出てきてますので、最近すれば地震少ないですよね、日本。なので、ちょっと地震に関して、ちょっと留意していく。これ忘れてるんですよ。日本はわっしょい相場なんですけども、あれ？そういえば地震のこと忘れてないっていうね、のがありますので、ちょっとね、こういった災害ですね、そういった地震とかの、発生するリスク、これも一回ね、念頭に置かなければ、やはりいけませんので、しっかりね、留意してですね、いただきたいと思います。地震の備えもするとともに、お金と命ですね、その備えっていうのも必要かなと思っておりますので、今後とも注意が必要かなと思います。はい、それでは僕はこれから仕事行ってきます。以上になります。電車が閉まります。電車がちょうど閉まって動画も終わります。以上です。